森田全平から1937年2月24日は日本の実業家。敷島製パンの創業者で初代社長。終わり国地田郡小菅谷村で作り酒屋を営んでいた森田佑の逸尾で敷島製パンの現社長森田厚夫はひ孫。中野ステンの四代中野又左衛門はおじにあたる。1864年1月15日。 作り酒屋の逸夫として生まれた全平は家業を継ぐも、酒税法の改正により廃業。当時密館の創業家である中野家の養子となっていた、おじの四代、中野又左衛門から、ビール作りを手伝ってほしいと頼まれたのを機に独学で、ビール作りを学び、1887年に、又左衛門と共に、丸三ビール醸造所を創業する。その後、全平は、 原子ののり漬けに使用されていた小麦粉に目をつけ、1899年に四季島製パンの前身となる四季島や製粉工場をハンダ町に設立。それから全米はマカロニの製造に取り組んだが、マカロニの穴を作る技術が難しく頭を抱えていた。この頃、第一次世界大戦中で名古屋のドイツ人捕虜収容所に収容されていた。 パン職人のハインリヒフロインドリーブと出会い、パンが米の代用になるのではと考えパンの製造を決意する。これは、1918年富山県魚津町に橋を発した米騒動に目にし、食糧難を解決したいという思いがあったもので、大戦終了後の1919 19年に四季島製パンを創立。翌1920年には解放された。 フロインドリーブを技師長に招き創業した。以後、1932年に愛知県会議員となり、1937年2月24日、満74歳で死去。1896年に法人化され丸るビール株式会社となったが、1906年に根塚一郎に譲渡されている。当時の知田半島は、食婦産業が盛んで大いに需要があった。 ありがとうございます。